はい、インド専門のサトルです。今日は、質問のコーナーということで、X ジュニアコピーライター A 級レベルを今私は、学んでいるわけですけれども、その内容について仙人さんに質問をしていきたいというふうに思います。X ジュニアコピーライター養成スクール A 級レベルというプログラムをですね、勉強しているわけなんですけれども、これ勉強したことない人からしてみたらですね、一体何をこの人は勉強してるんだろうかと、なんかよくわからないものをブログの中で紹介して変わった人だなというふうに、きっと思うと思うんですけれども、それをですね、あなたにも学んでほしいと思って、こうやって音声まで撮っているというところなんですけれども、基本的にはですね、オンライン広告代理店といいますかね、広告会社をオンラインでもそうですし、リアルビジネスでもどちらでもですね、いいんですけれども、運営していけるような実力を身につけていきましょうということなんですね。ですので、これがコピーライターシリーズですね、C 級、B 級、A 級ときましたけれども、今回最終レベルと、最後のプログラムということで、仙人さんから教わる内容ということになります。ただですね、具体的にじゃあ何を勉強するかというと、一番レバレッジポイントがレバレッジが高いというふうに仙人さんが考えている、心理機能についてしっかりマスターしていこうというところが、話題の中心にはなっています。この心理機能っていうのはかなりですね、自分自身を成長させるためにも大事ですし、他の人を理解したりコントロールしていくっていう上でもですね、非常にパワフルなんですよね。私もそのパワーにですね、気づき始めているっていう、そういう段階なんですけれども、仙人さんの認識はもうどんどん上の方に行っていてですね、これはすごいぞというところを発見したことを話していただいていると、そんな感じの、プログラムになります。気になる方はですね、ブログにリンクを貼っておくので、ちょっと見ていただきたいなというふうに思いますね。で、第1回の授業でですね、いろんなことを学びました。例えば、フォーカスしなきゃいけない5つの分野であるとか、行動力を上げるためにはどうしたらいいかとか、仙人さんの非常に有名な言葉ですけども、居心地の悪いところで進化が起きるということで、居心地の悪い場所に進むためにはどうしたらいいのかとか、あるいはまた、本能の逆を行けっていうですね、結構有名なマインドセットがあるんですけれども、本能の逆を行くためには、じゃあ具体的にどうしたらいいのかとか、そういったことをですね、いろいろ学んだわけですね。で、その中でですね、私がじゃあ実際に何からやっていこうかと思った時に、なかなかできない2つのことというのがあるんです。で、その2つというのは何かというと、1つはですね、運動、あるいはトレーニングと言ってもいいんですけども、体を使って何かをする、体を動かすっていうのがですね、すごくやっぱりなぜか苦手なんですね。運動部に入っていた経験もあるので、なんて言うんでしょう、運動神経が全くゼロっていうわけではないんですけれども、やっぱり億劫ですね。というのが一つ目で、もう一個がですね、人間関係の面なんですね。これもやっぱり心理機能と関係しているのかもしれません。INTJ の人というのはやっぱり孤独になりがちというところですね。孤独が好きというか、でもそれもあまり行き過ぎては当然いけないというところで、この2つの分野をですね、どうにかしたいなというふうに私は思っているわけですね。で、1個目の運動の方ですけども、なかなかですね、なんでしょうね、決してそんなに体重がめちゃくちゃ少ないわけじゃないんですけど、平均よりは痩せ型で、なかなか筋肉がつきにくい体質なんだろうと思うんですね。トレーニングとかやっても目に見えてムキムキになったりとかしないわけですよ。で、みんなそうですけどね、そんなにムキムキに筋肉がつく人ってすごく限られているんですけども、特に私の場合はつきにくい方かなというふうに思って、どうしてもだったらやらなくていいやとかいう発想になってしまうわけですね。で、トレーニングよりもどちらかというとですね、肩こりを完全に治したいなっていう欲求が強くて、そちらをたまにやったりするんですけどもね、肩甲骨剥がしとか筋膜リリースとかいう、言葉をですね、聞いたことある方もいらっしゃるかと思うんですけども、
こういった体を楽にしていくようなエクササイズをたまにやっている。それくらいなんですよね、本当に少ないなと思って、運動ってやっぱりすごくリターンが大きいんで、もっとやっていきたいなというふうに今思っていますね。で、2つ目の人間関係の方はですね、やっぱり自分から話しかけることがなかなかできなかったりとか、やっぱりこう恋愛関係にまではこう持っていく決定力不足とかですね、いろいろありますね、課題があります。そしてやっぱり人間関係というのは非常に広げたり維持したり本当に確立するには時間がかかるということ、時間がかかるということは私はよく理解できていて、そういった意味では、ある程度こううまくいってる面もあるのかなというふうに思います。何でしょうね、押し付けがましくないというか、長期的に少しずつ仲良くなればいいんですよっていうようなスタンスで接しているので、そういったところはある一定の、なんて言うんでしょうか、信用されているところもあると、そんな感じですね。ただですね、もう少しこうやっぱり動いていかなきゃ当然いけないと思いますし、理想的なことを言えば、誰か人と人をこう紹介して、その人同士が例えば結婚しましたとかですね、そういったことができるぐらいまでになるのがやっぱり人間としてやっぱり素敵なことなのかなというふうに思っています。そういったこの2つの分野ですね、体を鍛える、それから人間関係を維持したり広げたりっていう、そこですね、この2つの分野で私が行動を維持していく、行動を継続するためにはどうしたらいいでしょうかということが今日の私の質問です。それでは本日は以上になります。ありがとうございました。